植草博美は、日本のチェリスト。聖徳大学音楽学部の兼任講師。千葉県船橋市出身。11歳よりチェロをはじめ、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校に進学して、同大学器学科のチェロ専攻に進んだ。在学中には3年連続して、ザルツブルクモーツァルテウム大学が開催する、夏季国際音楽アカデミーに参加し、 原楽史重相談メンバーとして、同時のコンサートにも出演した。東京芸術大学卒業後は、新日本フィルハーモニー交響楽団に入団した。財団中には、小沢聖治や、ロストロポービチなどに影響を受けた。また財団中には2年にわたり、シンシナティに留学し、リサイタルの開催やアスペン音楽祭での演奏も、経験している。留学中は幼馴染みである。 ハープ奏者、早川理砂子と同居し、チェロとハープで弾ける作品を探して演奏していたという。植草と早川はその後も友人として長年にわたり付き合いを続けている。新日フィルには10年間在籍した後、1997年に退団した。同年アストルピアソラの曲を集めた CD カフェ1930をリリースし、 東京オペラシティのリサイタルホールで CD 発売記念コンサートを行った。ウエクサはこの CD を携え、ピアソラの親友でピアソラの全音楽について編曲権を持つブエノスアイレスのチェリスト作曲家であるホセ・ブラガートを訪ねて教えを受ける。その後ウエクサは各地のコンサートでピアソラ及びブラガートの作品を演奏し、その中には 日本初演となったものもある。フリーとなって以後の活動としては NHKFM 放送の午後のリサイタルやカーネギーホールで行われた高橋清のアルバムビバラティーナ発売記念コンサートなどへの出演、国内外のアーティストとの録音や葬月ホールでのリサイタルなどがある。2003年には3月22日から4月16日に渡り、 全国9カ所で行われ、A Wish to the Moon のタイトルで DVD ともなった、被災史上と9人のチェリストのコンサートツアーに参加した。2011年8月には、ABC ラジオの The Music n o w に週にわたって出演し、自身のアルバム、いつかの美しい日のようにから演奏を行った。また、同年12月25日にも出演し、 番組パーソナリティ高橋清と共演した。近年は、聖徳大学の兼任講師として、室内学演習、合奏演習を担当し、更新の指導にあたるほか、早川理沙子とのデュオコンサートサウンドオブザスカイを、はじめとした、幅広い演奏活動を行っている。2015年1月21日、早川理沙子とのハイレゾサラウンドミニライブアルバム、ソングオブザハートをリリース。 2015年作曲家で、ピアニストの中村ゆり子とユニット、リブローバリベロバを結成。CD のリリースやコンサート活動を開始した。また2015年5月より、レギュラーのラジオ番組、今宵もリベロバを FM 湘南ナパサで始めた。2019年1月より、ラジオ成田から放送、中村ゆり子と出会ったことで、作曲を始める。本人曰く、 ゆりこさんに背中を押されて、曲を作るようになった2015年10月30日、早川理沙ことのハイレゾサラウンドアルバム、サウンド・オブ・ザ・スカイをリリース。12月24日には CD でもリリースされた。2017年3月30日、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校同級生4人による、チェロカルテット、超チェロ組のハイレゾサラウンドアルバム。 超チェロ組をリリース。6月7日に CD もリリース2018年3月3日、全曲、植草博美自身の作曲による CD、ドリーミングをリリース。2019年9月7日リベロバのセカンドアルバム、今宵もリベロバイメルクシューをリリース。植草作曲が1曲、中村ゆりことの共作が1曲収録されている。 2015年6月26日、HPL5、Song of the Heart、上草広美早川里里里子2015年10月30日、HPL5、Sound of the Sky、上草広美早川里里里子2015年12月24日、CD、Sound of the Sky、上草広美早川里里里子2017年3月30日、HPL5、超チ,チェロ組2017年6月7日 CD、 超チ,チェロ組2019年9月8日、セラビ、10 years of history プレストブック、シングル CD、セラビ。ありがとうございます。